皆さん、おはようございます。ティーンダーのメイクーバー、キングトクです。ユニバーサルデザインのいろんなゲームを紹介します。テーブルゲーム、まあ、だったかも文明の謎、これ難しいですね。スゴロクのゲーム、はい。これ何かを当てるやつですね、はい。質問して、まあ、当てた人の勝利。コマはまあ、福祉作業所で作ったそうでございます。すごいです。目に見えない人と一緒に遊ぶ楽しさ、こういう遊びもいいもんですね、はい。あとは食図ペン、これインクペンがあっていいですね。まあ絵描いて何でも OK です、はい、UD 絵本、こういう UD 型の、まあ、見えるように触れるような絵本、グリとグラとかいろいろですね、はい。あと未来のスピーカー、これも聞けますね。未来スピーカー、これ音楽もまあ聞けますね。 UD 映画館、こういう専門のシネマも開きましたね。車椅子スペースもあればいろいろ、日本語字幕、あと健康学会鑑賞後にこういうのもいいです。子供のための鑑賞室もいいもんです。はい。スタジアムもいろいろ進化、赤ちゃん連れやいろいろ多機能型、まあピクトグラムがちゃんとあっていいですね。はい。S クラスのスタジアムでいいですね。これ大阪の吹田スタジアム、サッカーの屈指のチームスタジアムです。後面の遊具も、まあ、音で楽しめるものや、ふわふわドーム、ゆらゆらブランコ、あとはまあ安全な柵、仕掛け、緩やかなストープ、いろいろあっていいですね。はい。まあ、どんな対応でもいいですね。はい。というわけで、遊びのユニバーサルデザインでした。バイバイ。